こんにちは、タスです、今日はですね、今 ATC という大阪南港にあるフェリーターミナルに来てます。でこれから九州の方へ向かって家族5人で、出て行こうと思います。よろしければ最後までご視聴ください。で、うちのですね、チャンネルなんですけども、旅とか旅行とか、あと、その道中ですねに使う交通手段などを中心にやってます。もし興味があったりする場合は、高評価、チャンネル登録などしてくれると、めっちゃ嬉しいです。それでは始めましょう。あれはね、今日乗るやつじゃないんだな。あれはただ次やろ。そう、もう一つ向こうのやつ。あ、そのあ、すごい、預けられない。 AI さくらさんの横にちょっと置いといて、で、ママと俺で派遣する。あ、で、全員検温がいるんか。はい、はい、あ、しぶしです。しぶしの方はですね、ここは別行きだけの受付になっております。あ、向こうです。じゃあこれからバスに乗ります。バスに乗って船の近くにターミナル2っていうのがあるんです。そこからあっちの船、今日は薩摩やね。はい、入って乗って。しゃあさつまご。いっぱいやな。よし。ちょっと荷物置かしてもらおうか。今回はコロナの影響もあって、こちらからこちらで発見するようですね。よいしょ。どれが俺やろ。ああ、判定ご名様 36.1。 まあ、こちらでも大丈夫です。確認チェックシートピーって感じ。はい、お願いします。割引が1万円になってます。この1万9000円の税額が全額になります。で、はい、そこにこの10月の通知から地域のクーポン券ですね、がつくような形になります。これが4枚なので、これが、使える場所というのがこの確認の方は、乗船が5時ちょうどからになるので、あと10分ぐらいですね、お待ちください。で、乗船の時に係員の方行けるので、それだけ見せていただくようにお願いいたします。一応ね、4枚しかないので、お子様お一人の分はなくて全然問題ないんで、これで大丈夫。わかりました。あるか。ありがとうございます。あと10分ほどしたら乗船が開始されます。で、今日はお部屋が、プライベートベッドの、4人用の個室ということになりますので、楽しみにしてます。料金がですね、3万円が、GoTo トラベルで1万円引きとなって、2万450円でした。プラス、
4000円のクーポン券がついてますんで、実質1万6000円ぐらいですね。で4人プラス未就学児がいますんで5人、鹿児島までの移動費と一泊の宿泊費がついてくるという形になってます。めちゃくちゃお得ですねこれ、すごいです。新幹線で行く3分の1ぐらいでしょうか、4分の1ぐらいでしょうかで移動できるという形になってます。それでは、行きます。あ、いいですか。すいません、4枚あるな。あ、5人ですけど、4枚です。あ、はい、大丈夫です。お姉さんの乗車券に記載がございます。あ、はい、すごいね。ニュースみたい。よいしょ。ニュースの一番最初みたい。受けなの。あ、あら、ちょっと違う。全然違う。青い色のところ。ありがとうございます。前の方がもっと綺麗。パパ、セットも連れてきたいね。あのさ、ママたち寂しいかな。これがカードで開くから。ちょっと待って。よし、OK。 赤ちゃん、なんで？外行く、外行く、出港見よう、出港。でも赤いじゃあ、まあ、ここの6700円、ここ、うわ、夕焼け、え、綺麗やろ。あれ、海乗ってへんで。いやいや、逆や。トイレ、トイレ、いいよ、男子便所わかるから。うん、まだ全然違うやん。綺麗やで。ほとんど同じ。でも窓もまあまあ綺麗やな。うん、窓ってこんな感じやで、ね、綺麗やな。あ、この奥が、あれや、あ、そうそうそう、めっちゃ綺麗。え、ここ食堂、レストラン。今日はまだ用意されてない。ゲームセンターは、ゲームセンター開いてんの。ゲームセンターでもあんまり面白くない。え、でも意外と。あ、そう。で、キッズルームはやっぱコロナの影響でやってないという感じやね。コロナじゃなかった時に来てたのに。そうそう、だから、今度またね、うん、まあ、治る。今日はタコせんべい。あ、なんでそこに見えんで、ほら、タコせんべい売店ってもうやってんだ。あとでゆっくり来よう、出港したら。せんべい、あ、そうなん。後でちょっとゆっくり見に行こうね。でも、うん、上行こう。うん、あ、そうなの。あとで、あとで。
でも吹き抜けがやっぱすごいよね、これ。そう、初めて乗った時びっくりした。そう、ファンネルの清掃を行ったためすすが出ることがあると。なのでお風呂入る前、うわめっちゃ綺麗やん。それで、だいたいさっき乗ったとこはすごい。そうそうそう、煙突。うん、エンジンが回した。だからまあまあ夕方乗るのと夜中乗るのじゃ全然雰囲気が違う。言ったやん。出っ放して作ってあるんやけど、こういう船って珍しいよ。怖い、ここはなんつうか観光用に作ってあるっていうか。そうだよ、ここです瀬戸内航路やったら、あの明石海峡橋の下通るからめっちゃ面白いな。そのバスです。もう沈んだよ。うん、あ、持ってて。やっぱいらんわ。あれ、売店見に行ったら、まあまあ。見た？そっちちゃうで。入り口。これ欲しい。わらわら梅干し、梅干し今が食べる。そうやな。確か鹿児島やったの気がする。タコがさ、なんかめっちゃでっかいモンタービスさ。あ、買った買った、買ってきた。カルパンはあるはず。カルパンないんかな。カルパンない。ははは、まあまあ。つぶあん八つ橋とかあるやん。え、やばいか。わざわざここでつぶあん八つ橋という。一人で食べる。でも本当に食べる。一人も食べる。そうそうそう、意外と。あのね。いろんな味がある。これ考えながら。カボチャさつまいも切り。でもやっぱ普通なのがいいでしょ。これでも全部いけるね。あ、でもカボチャとかおいしそう。何これ、何やだっけ。塩してみてみ
はい、いけるやん。いけるよ。ユミさん、バニラ食べたい。バニラはあかん。で、みんな食べれるよ。食べれるやん。ビスキンラビーズがある。あか。部屋に全部奈良のさ商品が売ってたらどうする？自販機がなくなってる。あのホットのご飯、あのあれあった、ポテトとかのやつ。ああ、でもこれ売ってんじゃん。カップ麺ある。カップ麺意外と普通の値段。カップ麺アレルギー27品目ゼロ。え、そうなの？見てカップ麺飲みたい。小麦は入ってないか OK ってやつじゃん。食べますよ。なになに。いや、そういう状況にするんだけど。ああ。ゲームセンター。あ、さっき言ってて。今日はモダン焼きらしい。モダン焼き。はまだ出ない。これはちょうどそうそう。こっちの方が強いリンちゃん、リンちゃん、はい、ここんあれこうやって運行してたのかな、昔は。最近そう、なんかさ高千穂と延岡トトロ高千穂さ、めっちゃさ、排気ガスが、そうそうそう。昔はほら、あの石炭を炊いてたから黒煙がすごかった。でも今石炭少なくない。でも重油やから結構黒煙出てくんね、ブワーって。あの出航の時見てたらわかるわ、ブワーって。やろ、これに10回ぐらい乗って気持ち悪くなった。トイレに乗ってんの。結構電気があってコンセントがあると。で、で、レモンかけが2つで、上消して、はい、で、こっちが消える。下ボタンが全体的に全体。じゃあ上の人の方が主導権を握ってるってことやな。そうってことやな。で、そっちとそっちで繋がってんね。あの全体的なライトは繋がってる。なるほど。一旦かし主導権を握ってる。どうせこれカーテン開けっぱなしやろ。うん、で、ね、これサンフラワーのええとこがあれやね。本当これは。あ、え、めっちゃお風呂良さそう。これちゃうの？これが見えんね。前方、前方モニターが。見せて。すごい。前方モニターが見える。だからあの、まあ、暗くなったらあれやけど、ちょっと見にくいけど結構面白いよ、朝とか。え、そうなんや。これってなんでさ前向きな、後ろ向き、え、なんでついていってんのこれ。これ後ろに進んでいく最初。めっちゃ今写真撮った、めっちゃくるやん。離れとる、ほら。動いたよ。なんか動いてる。
率直な意見は間違いなく魚粉ちゃん。それ。そこしかないよね。いいパンだって呼んでくる。うん、一応。しまう。今日のメニューは天ぷら。ちょっとサラダと味噌汁と
フライドチキン、鮭とミネストローネスープですね。美味しそう。めっちゃそう、赤飯、焼き鳥、種類が、まあ、おいしそうやな。ここ最近で一番バランスを取れた食事。でしょうか。長くなった。うん。おいしいよ。これ。そう。はい。ありがとう。ありがとう。さあ、開ける。ちゃんと大人。なあ、すごいな。さあ、母ちゃんってさ。どんな男になったと思うでしょ。なんで。どんな男。え、イケメン。え、何の。そう。あと、うん、イケメンになるのと、うん、モテる。あ、モテたい。うん。食べそう。うん。手、OK。じゃあジュース買いに行こうか。ジュース。ジュースは、うん、じゃあここで待って。ジュースは何がいい？お茶、お水。お水がええんちゃうか？お茶。お茶大きい方が。真っ黒よ。うん。ここ。これがいい。こっちじゃなくていい？あ、そっち。こっちがいい？うん、あ、こっち買おうか。ちょっと待って、ね。さ、うん、安いんだよ。うん、同じや、同じ。ちょっと待って、はい。オッケー、あ、いいよ、持ってて、じゃあ。よし。開けたい。開けたい。あ、今ね。はい。開けて飲みたい。はい。座ってね。はい、タカ。はい。あ、座る。座るよ。はい。座る。はい。開いてるよ。よいしょ。行こうか。嫌いやけど。あ、こっちか。あ、しかした。
誰かの部屋やと。今日入れるんか。洗剤自動投入300円で30分100円だから500円ぐらい。朝起きたら、もう宮崎県の方までいますね。ちなみに今、5時15分ぐらいです、ちょっと外に出たいのでみんな起こそうと思います。ということで起こすのもあれなんでちょっといろいろ散策します。トイレ前川綺麗ですね。ウォシュレットがついてます。まだ予約前ですね。今日は6時ぐらい日の出がになってました。まだ5時半ぐらいなのでもうちょっとしたら太陽が出てくるはずです。で、前はこんなもんなかったんですね。空気清浄機すごい。朝ごはんは7時からで、バイキングは中止になっているのでお弁当が用意されるということですね。売店も朝の7時から。太陽が出てくるはずです。今日は凪です。本当に静か。でも真っ暗。
間ぐらいしたら渋谷港に到着しますので、まあ良い航海でした。まだ朝ごはんと朝風呂残ってますので楽しみたいと思います。南の方を東から登るから、朝ごはんを買いに行きます。朝ごはんは1食500円で売ってるそうです。
左から出てきた。え？左から出てきた。これがサンフラワーフェリーターミナル。大阪と比べてやっぱすごいやろ。あれ。ああ投げたほら。あ投げたってほら。出た？えどこ？
投げたの。ああ、投げた。今引っ張って。テザーロープ。どうやって投げた？いや、ポンってあの飛ばすね。あれ水に入っちゃったと思う。え、引っ張り上げ。もう一回やり直して。重くない？だからその鉄砲みたいなのがあるね、空気砲みたいなのが、でポンって投げて。座れるよ。やったー。エバス席付き？はい。タクシー？バス。荷物さ、いらんやつは。後ろ、そうやって酔うで。